どうもタブヤンです。桃鉄 V 今年もよろしくお願いします。4月ですよ。さあ桃鉄城ではね、34年目、そして2019年にこのゲームをねプレイしております。さあ前回までの桃鉄 V、目的地はどこだったっけ、すっかり忘れてるな。お、札幌、小樽かな。佐久間さんが近くにいますね。そして他のメンバーは近畿に集まっております。100億持ってます。ということでカード、テレポートカード、新幹線カード、おー、なるほど。ボンビーが、なんかボンビーなすりつき合ってたような気がするんだよね。買い物をね、したいとこですけど、お、伊賀上野、奈良とかね、もう完成してるんだよね。近江八幡も完成しております。あ、名古屋、100億で、買えない。あ、大垣セラミックス工場、だんだん買える物件がね減ってきました。おー、白浜買い占めることできますね。女湯覗けないですね。和歌山とかも、関西はね結構見ましたから。和歌山完成してる。神戸、あ、ホテルが買える。大阪だよね。かぐや姫のこのたこ焼き屋を買収か、思い出した。買収カードで奪おうとしてたんだ、ここで買って。うん、結構なんか買収カード良くないと思ってたんだよね。なんでカメレオンカード、あ、気まぐれ、何かのカードの効果が出てしまう。いっちゃいますか、カメレオンカードで2019年のを占いたいと思います。どうなる、カメレオンカード。見る見るうちにその姿を変えていく。カメレオンカード、新幹線カードに変身。あ、そう、え、あ、もう出発すんの。え、ここに入りたいんだけど。お、よっと、ボンビーつかないよね。あ、ボンビーついたんじゃない、ちょっとキャンセルしたい。ちょっと大丈夫か、ボン、買収カード買えるだけ買おう。買収カード買いまくり。あ、もうこれ以上買えない。星に願いよもいいね。あ、もうでもこれ以上買えない。 OK。 あ、オレンジカード買っとこうか。 OK、 よし、ボンビー来たんじゃない、大丈夫。あ、よかった、あ、ちょうどかぐや姫がボンビーだった、よかった。ウイルス状態かぐや姫。いい感じですねこれ。京都、京都いっぱい買ってるから無理だよね。大阪をね買い占めたいんだね、それが目的で。一気にテレポートカードで佐久間さんの横に行くっていうねのが一番いいかなと思ってるんだよね。二人でなすりつけ合い、今年も盛り上がってきましたね。桃鉄 V、 やっぱり最初にプレイするのはこのゲームですよ。ちょっとね、喉が、鼻声だけど。緑茶飲みながらやっていきたいと思います。さあ、再開発カード、佐久間さんも次ゴールしそう。小樽、最後目指せ大阪かな、ここは大阪。どうしよう、オレンジカードぐらい使おうか。
オレンジカードで。ボンビーの近くだから怖いけど。大阪入れ。ダメだ。どうしよう、こっち側からのルートで行こうかな。白浜にもね、入れば入りたいし。白浜の買い占めとかぐや姫のブロックカードが食われております。おお、いいね、北に上がってくれてボンビーが。さあ目指そう。業績の悪い物件。あ、経営引き継ぎ池田の、ありがとう。やったぜ、最高だな貧乏ボンビー。今年いいことあるかね。あるよね、運は自分で掴み取るんだね。一生懸命やってればなんかね、いいことあるよみんなね。みんなもブロック寿司カード。いや白浜入りたいね、次の月。佐久間さんまだゴールするなよ、頼むぜ。桃鉄 V 後半戦にもう突入仕掛けてますからね。34年目、これ1出したいな。だから普通に振ろうかな。 GO! 1! あ、3か、赤マスだけどいっちゃえ。ここはサイコロの目の勝負だね、ここ。まあ別に白浜はどうってことないんだけど、後回しでもいいかな。それよりも大阪に入るチャンスで、大阪に入らないとね。出た、今年もトラブル。マックオーライ。うわ、サイコロ2つ。オタブさんさようなら、こっていうかこっちに戻ってこないで。なんか嫌だな。うわうわうわ、だいぶ近づいてきたな。やめてくれよ。おお、もうあと2マスじゃないの。おお、来たね、結構近いね、北陸から。フェリーに乗ったら。あ、ゴールされたー、コンビついたー。くそー。大阪どころじゃなかったー。早い、佐久間さん展開。11億1110万111。過去最高だね。どこだ？あ、一斉めちゃくちゃ近い。これもうボンビーついてるけどゴールするか。一回ゴールするか大阪かって感じですね、これ。大阪後回しか、さすがに。ここまで来たらあと7マスだってさ。ちょっとオレンジカードで7が出るか、ボンビーなすりつけるかしようか。かぐや姫が北にいるからね。 7! やりました、ゴール。一旦ゴールしよう、一旦。出ました、目的地変えて。もうなんか沖縄とかハワイとかにしてほしい。その間にこっちで買い物してるから。王者の戦い方ですよ。11111。さあ貧乏神佐久間さん、あれって思ってるでしょうね。さあれ、さっきゴールしたとこなのに。桃鉄っていうのはこういうもんだ。さあどこだ。いや北海道とかだったら嫌だな。名古屋、おお近い、めちゃくちゃ近い。ね、買い占めできないからな、あんまり買っても。オレンジカード使い切った、オッケー。大阪に寄りたいんだけど。名古屋すぐゴールするんじゃない、かぐや姫が。まあ名古屋ゴールしてくれてもいいや、私は大阪行こう。かぐや姫がちょっとできるだけゴールを遅らせてほしいね。その間に大阪に行きたいんだ。
ってこいでエンマさん帰ってくる。エンマさん応援してるんだよね。この地獄のエンマから帰ってきたエンマさんね。佐久間さん、ボンビーで追いかける特急カードだったらエンマさん捕まえるんじゃない？うん。特急カード、もう牛肉ラリーカードね、コメントでも教えてもらいましたけど、全員なくなったんだよね。寂しい感じですよ。仙台カード、うん、さあ8月ですよ。私の大好きな夏だ。どうした？甲府あんまり目立ってないね。ああ、私、あらまあ、このタラマ行こうか。よし行こう。過去負けなしの桃トラマン。確かなんか私今桃トラマンカード持ってったと思うんだよね。最悪青トラマンね、連戦連勝の青トラマン、一度もね負けたことがない。負ける気しないね。いけー、岡山から生まれた青トラマン、連戦連勝青トラマンはどうだ。おお、すごい、また勝った。ありがとう青トラマン。名古屋まで6マス6出たらあれだけど、オレンジカード、6出たら大阪も行けんのかな。でも大阪の方取るけどな私は。5 4 3 2、惜しいな。大阪でもね目指しますね。びっくりするようなん来い。レッツゴーカード、1、2、3、4、あ、入れる大阪環状線というか勝手に私が大阪環状線と呼んでるね、この近畿の一周で入れますね。よし使おう、レッツゴーカード。でもレッツゴーカードより5を進めるカードでいいんだけどな当分の間5っていうね逆になんか不便かもしれないけど、まあまあまあ、そこは大阪に入るために使いましょう。やったぜ、大阪独占、ワクワクするな。たこ焼き屋を取り返すっていうね、かぐや姫から。あ、夢のまた夢カードって初めて見る。あー、取ってほしかったな佐久間さん。ボンビーでなった時のこのね、レアカードサイコロっていうのが楽しいよね逆にボンビーつきたいっていう。お、実りの秋、どこだ。3億4400、やったー、100億以上キープ。さあ使え、レッツゴーカード、レッツゴーレッツゴー、4321、イエーイ。カード使いますよ、買収カード。これサイコロ振って勝たないといけないんだよね。頼むぞ、レッツゴーカード、たこ焼き屋行け、頼む、ここは勝負だ。やったぜこれで独占だ。大阪在住の私、大阪取ったのめっちゃ嬉しい。で、シェルターを、これめちゃくちゃ高いシェルターじゃない。19億のシェルターですよ、これ。大都会大阪。シェルターに入ります。あ、そして増資。あ、ちょっと待った、ごめん、間違った。またお願いだ。あ、でも一緒か。
よし、赤字幅が減りました。やったぜ、念願の亜水族館。ラッコ、まあ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 、これぐらいビッシーがいいけどね。まあまあまあ、これぐらいでいいでしょう。ラッコちゃん普通に可愛いよね。オッケーオッケー、はい、やったー、嬉しい。おっと、かぐや姫ゴールできない。あ、でも大垣は買い物できるんだね。あ、独占したかぐや姫、これはでかい。40億のやつ買って、しかも独占で収益2倍、40億の 10% になるから、あ、 10% じゃないか、 5% か。2億入ってるの、でかいね。お、シェルター作った。大垣はかぐや姫のものになりました。かぐや姫のものというかね、オーナーになりました。いや、目的地のスゴロクが良かったね。あ、もしかしたらカードだ、もしかしたらゴールする。でもこの時点でゴールしても万が一エンマさんがボンビーだよね。おー、すげー、これは拍手しとこう。嫌んだねこれ、ブーイングブーイング。すげー、今年どうなってるんでしょうか。もう3つ目、あ、ダイヤモンドカード、ホールインワン賞で、40億ぐらいで売れるんじゃないの。奪いたいねこれ、刀狩りカードで。ダイヤモンドカードは、あ、私なの、マジか。どこだ次、これが問題だ。どこだ、横浜。うわー、ちょうどいいかも。通り道でなすりつけて。いや、今年すごいね、目的地ラッシュだ。私も一生してるからね、ハッピーハロウィン。なんか喉の調子悪かったけどね、ゲームして喋ってるとだんだん調子良くなってくるね。あー、名古屋タブヤンズが日本シリーズか、大阪じゃないんだ。もう行こうか、優勝したことないんだよね、名古屋の方は。行こうか、中日ドラゴンズで行きますよ、オリックスと勝負か。さあ来い、やったー、初優勝、いいことずくめだ今年は。ノリに乗ってくぜ、うなぎ登りですよ。と、ここの佐久間さん、1億5000万の赤字。さあ、自力を見せて、あ、レッツゴーカードのままだった。これはまずいですよ、ボンビーが。あ、惜しいけど、これレッツゴーカード終わるまでボンビーついたままだ。もう早く終わってほしい、レッツゴーカード。カード買ってきた、いいじゃん、ボンビラスカード、なんかよくわからんけどいいじゃん。誰かボンビラス星に行かせたやつじゃない、もしかして。やばい、追いつかない。レッツゴーカードの悪いとこ出てますよこれ。特急カード、あ、エンマさんの方が遠いかなと思ったんだけど違ったんだね。わあ、13も、あ、ボンビー連れてった、すげえ。ボンビー関係なく連れてってくれたぞ。やったー、佐久間さんにボンビーついてる。あっ、うわー、でも通れなくなった、ボンビーいるから。レッツゴーカードでボンビーついてる、トラベルチャンス。でもなんか全員もう運がいいからね、何が起こるかわからんよこれ。トラベルも揃うかもしれんしね。
さあ、寒い季節がやってきます。レッツゴーカードレッツゴー。ボンビーちょうどつくの嫌だな。こっちに行こうかな。逃げようか。さあ、もう一つすげえカード来い。キンキカードやった。戻ってこれる。いつでも地元に戻ってこれます、私。富士山の北側通っていくと遠いよな、これ。あ、ゴールした？あ、しない。いや、全員集合珍しい。久しぶりだね、これ。北海道以来か？みんな近づいていく。佐久間さん、ボンビー。あ、カード買ってきた。いいじゃん。あ、ボンビラスカード。うーわ、ボンビラスカード流行ってるね。効果ちょっと分かんないけど、レッツゴーカードが終わったら確認しよう。メリークリスマス。まだレッツゴーなんだ。もうこっち行く？そろそろ終わるんじゃない？こっち側から行ったらどうなるんだろう。赤マス。どっちがいいかな。こっちから行くか。赤マスから。気にすんな、マイナス。おお、スリの銀次やっちまったな。61億持ってるぞ。何がオンラインだこの野郎。半分盗まれた。30億盗まれた。なんてまたボンビーより立ちが悪い。全然ボンビーの方が優しいよね。30億あったらカード いいのいっぱい買ってきてくれ。おお、50億の。やめてくれ。うそー、何してくれんねん私の渋谷に。ファッションデパート買収カードだなこれもう。マジか、渋谷にシェルターつけられず。50億の物件買うわ、40億の物件買うわ。すごいね今年かぐや姫、絶好調だね。うわ、1と6めちゃくちゃいいじゃん。ボンビーの方が優しいじゃん。スリの銀次が一番鬼だ。あいつ確定申告してないでしょうね絶対。スリの銀次脱税野郎ですねあいつは。レッツゴーカードずっと続くね。新宿まで来ました。新宿なんか買えるかな。30億で盗まれたからな俺。映画館と大型カメラ買える。うわー、6000万しか残らないけどどうしようかな。そうだね、でも収益高い方買っとこうか。大型カメラ店、ビッグカメラとヨドバシかな。買っちゃいました。あ、ゲームセンター行こう。あー、これいや、もうこれ一回聞いたんだけど、赤ダメだ。もっと弱くか。2回目も大失敗でした。もっと優しくやらないといけないんだね。ちょっと練習させてくれるかなこれ。ゲームセンターほんで1台しかないのかねあのゲームは。乗り継ぎですか。あ、かぐや姫もう100億あったお金全部使ったね。すごいな。まあ、私もほぼ使ったけどね。いい勝負ですよこれ、私とかぐや姫のね。デッドヒート。ゴールしない。こんなに人数いるのに誰もゴールしない。エンマさん、そんなカード物件買った方がいいんじゃないの。こんな進行形カードで。あ、4進めるカードでゴールした。佐久間さんがやりました。今年4つ目の目的地到達。すごいな。3ヶ月に1回ゴールしてるってことになる。
なんと激しい戦いなんでしょうか。佐久間さんが連続一番乗り。刀狩りカード、うそー、ダイヤモンドカードと刀狩りカード持ってるよこの人。贅沢だな。かぐや姫どこになる。近場が続いてるからね。おおマジですか、近場続いてるから次ハワイですか。ハワイ遠いな。しかしでも成田空港の近くですよみんな。あ、プロ野球チーム勝った。横浜ベイスターズだ。この頃ベイスターズなのかな、桃鉄 V の時。横浜太陽ホエールズではないのかな、わかんないけどね。さあ2月最後ですか、どうしようこれ。まだレッツゴーカードか。これ捕まるな。どうしよっかな。東京10億あるけどね。あ、東京新本社ビル増資だな。タブビル、タブビルに増資ですよ。姫のやつを買収するっていう手もあるねこれね。そっちしようか、買収カード。かぐや姫の貸しビル、今まで買収すべて成功してますからね。どうだ、ダメでした。ちょっと待って、ちょっと待って、そうなんだ、買収カードって知らなかった。10億円戻ってこないの、ひどい。かぐや姫に10億円取られた。ふぅ、買収工作失敗したら戻ってこないんだ。40億の買収カードしなくてよかった。いや勉強になりました、ちょっとメモしとこう。買収カードは失敗してもお金が戻らないと、してもお金戻らず、いやそしたらあれだね、2分の1で10億かけたのか。びっくりしたな。いや50億の物件買収カードするってもう命がけだね。そうなると勝てばすごいけどね、確かに人の物件奪って独占。まああと1個で独占取るためにたこ焼き屋とかだったら全然ね OK だけど。あ、ダイヤモンドカード売るか、売らない、59億売らない。刀狩りカード売るなんてもったいないことしたのでね。佐久間さんダイヤモンドカードも売っといた方がいいんじゃない。コンビ決算、さあどうなってますか。78億。まあイメージ的にはですよ、40年目までに100億収益上げないと、で桃太郎ランド500億のための5年貯金なんでね、ちょっとねピッチ上げないとやばいですね。34年目、かぐや姫55億か。ちょっと怖いとこまで来てますね、かぐや姫。もう佐久間さんも微妙だな、佐久間さん。カニね、カニが収益高いから今年は。40年目までに1000億いきたいね。かぐや姫587億、あんまり差が縮まってきているような気がしますね。いやエンマさんがあの地獄から100億戻ってきてるってすげえな。高額物件リストがね、なんかすごいことになってるよね。
かぐや姫大垣のセラミックス工場40億、ファッションデパート50億と一気に90億乗してきましたね。ここにね、物件リストに。いや、もう32億以下は乗らないという高額物件リスト。地域王、え、なんか減ってる気がするんだけど、マジか。関東も佐久間さんなんだね。三国志の要素を呈してきました。これ全然予断が許さないですね。次回も楽しみに。さよなら。残り15年です。